緊張するな。緊張してるの？あ、ボス、アンパンデカだ。実はだな、今日別の署から、刑事が来てたな。なんと合同捜査をすることになったんだ。まさか。巷では私のことをこう呼んでいる、アンパンデカと。世の中の噂、疑問を解決しているただアンパンが好きなだけの刑事である。今回の案件はこちら。おっす。私は NHK 鳥取署からやってきた生活彩り安全課の土田デカだ。こんな好青年が来るとは。かなりあの腕の立つ刑事と聞いている。腕立つ。今日は楽しみにしているぞ。頑張ります。頑張ろう。ちょっと弱々しい。弱気になってる。どこかよそよそしい私たちが向かったのは。あいつが何か知ってそうだぞ。知ってそうですね。こんにちは。こんにちは。すいません。もう私が小さい時からもう通っていたお店で、もうかき氷だったりとかね、カレーだったりとか。はい、創業は76年になりますので、皆様ね、そろそろ来ていただいて。この新人デカがですね、はい、あの毎日通勤で通っているにもかかわらず、今日初めて。あ、そうですか。潜入捜査をするということで。いろいろ覗いてはいたんですけども。それは不審者です。不審者です。毎日覗いてたら不審者です。通勤経路で。やってきたのは鳥取市で長年愛される喫茶店ベニヤ。一番人気という名物のチキンカツカレーをいただくんですが、せっかく土田デカがいるので、今回は互いのプライドをかけた食リポ対決をします。対決しちゃうんですか。もうあのアンパンデカというと、やっぱり麺をすすらせたら右に出る者はいないということが、もう NHK 署の方まで届いてるんですけど。ちょっと待って、まあアンパンデカは麺はなかなかすすらないから、 あれはまた別人格。別人格だな。別人格 別人格だ、うん、ごめんよ。まずは先手、土田デカ。聞こえます？聞こえました。サックサク、うん、ね、ルーも混ぜたら美味しい。ビーフシチューとかハヤシライスみたいな感じで。ビーフシチューのカレー味という感覚ですね。長いこと時間あの煮込んでますので、煮込む結構崩れてますし、ールーがこうちょっとトロッとしててコク出てますよ、うん、美味しい。うまいじゃないか。続いて後手、アンパンデカ。このご飯の上に全体にルーをかけて、でこの濃いルーとこのカラッと揚がったきつね色のカツとのこのコントラストが最高でございます。見ているだけでよだれが垂れてきそうです。食べる前から情報量が多い。すごい。これがスパイスか。うん、本当にあのまろやかでコクのあるカレーですね。スパイシーで辛いというよりは本当にこう優しく包み込んでくれるような、これなんか旨味もしっかり出てるんですけれども、これベースは何なんですか？豚骨スープなんですよ。はい、豚骨スープのカレーってあんまり聞いたことないですね。あんまり聞いたことないですね、うん、さあいよいよ運命の時。食リポ対決の勝者は。まあでもそう言われてもお店の方が決める。 NHK さんには頑張って食べていただいた方がいいんじゃないですか。おえ、私じゃあ NHK 賞の勝利ということですか。ありがとうございます。なんということなんでございます。これ結構本当にショックですね。ごめんごめん。この味はもうずっと創業当時から。そうですね、ほとんど変わってませんね。それこそ50年あのうちのお店に通っていただいているお客様もございます。その子供の時に通われた方がまた大人になって、で一緒に子供と一緒に。そうです、ここに来たら同じカレーがあるってこうなんか安心できて、いやそれが愛される秘訣なんだなっていうので。そうですね、思いました。あえて変えないこと、それも長く愛される秘訣のようです。続いてやってきたのは鳥取市の吉岡温泉。ちょっと慣れてきました。微妙に風情ある温泉街の中ほどにあるパーラー株湯。古民家を活用して作られたレトロな雰囲気が漂うコミュニティレストランです。
長く愛されるお店をちょっと今捜査しておりまして、はい、でこちらにやってきたんですけれども、はい、まあどう見てもね、うん、今時のねおしゃれ、うん、ありがとうございます。長く愛されている感っていうのがちょっとまだ見当たらないんですけど、ね、あうちのまあ実家っていうかあの東屋旅館そこ の、まあ、あの喫茶部門というかあのまた違う方向性でってやってるから店舗自体は新しい感じです。こちらではおすすめのいちごパフェで食リポ対決。私としてはこれ以上は負けられません。パフェ難しいですね。先ほどはですよ、うん、NHK 賞になんと負けてしまいましたが、スパイス賞今回は絶対に勝ちたいと思います。頑張ってください。頑張ってください。エールもいただきました。はい、先手必勝ということでまずは私から。はじける、本当にごくごく飲めるくらい果汁が出てまいりまして、でこの甘みと酸味のバランスも最高でございます。濃厚なこのバニラアイスとこのジューシーなイチゴが口の中で一緒に出会うことによってもう本当に幸せな味わい。これはもう湯上がりにも食べたい。これ何のイチゴ使われてるんですか。地元 の、 あの竹内農園さんの作られてるあのとっておきっていう。とっておき、とっておきだ。とっておきをこんなにふんだんに使われてるんですか。はい、贅沢。続いて後手、土田デカ。いただきます。あのバニラのこう濃厚な感じと果汁と合わさってすごい爽やかに食べられますね。こうバニラの量多いんですけどでもこういちごがやっぱりこう美味しくて爽やかなのでいちごを満喫できるパフェですね、うんうん、美味しいです。キーワードが出ましたね、うん、食べ応えある。以上か。以上です。プレッシャーかけてる。さあいよいよ最終決戦、食リポ対決の勝者はジャッジをお願いします。お願いします。もういいですか、この忖度、はい、抜きで。あ、はい、はい、お願いします。大丈夫です。お願いします。岡村さんです。本当に良かった。本当に良かった。本当に良かった。泣いてる泣いてる泣いてる。長く続けている中でもいろんなチャレンジってやっぱ、うちも旅館にいた頃からそのどうやってまた新しい新規のお客さんを取り入れたらいいだろうかもう日々考えてて、残す部分は残しながら新しいことをやっぱり取り入れていかないと、まあ、やっていけないので、はい、その辺もバランス見ながら、はい、とりあえず頑張ってます。今回は合同捜査で世の中の噂疑問を解決したアンパンデカと土田デカ。変わらないということも新しくチャレンジするということもどちらの選択も正しいということだな、うん、その選択をする勇気を持つことが一番大事なことかもしれないな。まあ、我々ライバル同士ではあるけれどもまあ共にこれからも地域を盛り上げて頑張っていこう。頑張っていこう。うん。